ギャラガー、あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。今少し時間あるか、シボン。私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい。ようこそバーナイトメアへ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あとバーの中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。お客さんの心からの笑顔しか見たくないからね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ああ、そのつもりだ。お前らちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドでノンアルコールのな。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無境だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、飢え、迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。迷いは楽しむ上での大敵だからな。これはカクテルに使えるかな。あれ、下にメモが挟まってる。大切なものとの交換が必要だって。何か出して交換しろってこと？でも何と交換すれば？っていうか誰に渡せばいいんだろう。字が変わった。幸福は交渉なるものにこそふさわしい。つまりこれを持っていっていいってことかな。普段からいいことしてると報われるんだね。ありがとう。この品で最後だね。ここはチップがいっぱい散らばってるね。何日か前、アイリス家の役者が来てシボーンと揉めたんだ。その時に落としたものだろうな。一方的にボコってただけだけどな。そういえばこんな怪物だらけのところにバーを開いてるのも不思議だよね。もしかしてシボーンさんってすごい人？それは直接あいつに聞いてみるといい。まあ、お前があいつを納得させられるドリンクを作らない限り、あいつは何も言わないだろうけどな。スラーダだ。
あのお姉さん、スラーダは売ってないって言ってなかった？振ってみよう。うん、炭酸も抜けてないし、消費期限も過ぎてない。その可能性はあるね。スラーダはどこにでもあるから、誰かが持ってきたとしても不思議じゃないもん。どうしてこのバーではスラーダを売らないんだろう。何か事情でもあるのかな。バーテンダーのプライドじゃないかしら。せっかく来てくれたお客さんがどこにでもあるような飲み物を注文したらつまらないでしょ。私がコーヒーを入れる時も同じようなことを考えるわ。あはは、姫子の言う通りだね。結構集まったね。これで足りるかな。どいて、脂肪に用があるの。え、見て、このボトル、すっごい綺麗な液体が半500基前。こんなの人に飲ま…え、これ…私のコレクションのシロップが気に入ったの。大丈夫、ここは夢の中だから、お腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど、味は保証するよ。遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。じゃあとりあえず持っていこっか。アミーチ、言わなかったっけ？バーナイトメアが歓迎するのは心から飲み物を楽しみたいと思ってるお客さんだけ。悪いけど、あんたの提案に興味はないの。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。あなたはアイリスのステージに立つために生まれてきた人。こんな寂れた場所でくすぶってるべきじゃない。一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコにいて最も注目されるスターになれる。無境の隅々まで光で照らすのよ。お願い、脂肪、あなたが必要なの。見ての通り、今はお客さんの相手をしてるの。何度も同じことを言わせないで。分かった、首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。甘いやつで、氷をたくさん入れてね。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。さっき使ったクロックトリック、もう一度やってもらっていい？うん、任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？私を帰らせようとしても無駄よ。彼女が私のお願いを聞いてくれない限り、一体どうして？どうして彼女はここから離れようとしないの？
こんなさびれてボロボロのバーなのに。おかしいと思うでしょ。私たちの人生は平行線をたどってるのに、それでも彼女を諦められずにいるなんて。私は臆病で弱虫で、光り輝く場所に憧れてるのに、スポットライトの下に立つ勇気がない。私には彼女の導きが必要なの。私だけじゃ何もできないから。あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。彼女がどんなに輝いていたか。スーパースターがひしめくアイリス家でも、彼女の才能はずば抜けてるのよ。わかってるわ。シボーンは私が彼女の名声を借りて売れたがってるって思ってることくらい。でも私はただ彼女をあの場所に戻してあげたいだけなの。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。一体どうして？どうして彼女はここから。見えた。私とシボーンが一緒のステージに立つ瞬間が見えたわ。観客たちは拍手していて、歓声が大波みたいに押し寄せてくる。ゆったりとしたメロディーが響き渡り、カラフルな紙吹雪が肩に落ちる。辺りにはアイリスの香りが漂っていて、あー、なんて甘美な光景なのかしら。この光景は何度も見てきた。夢の中だけど、いつも私を魅了する。だからこそ、何としても彼女をあの世界に連れ戻したいの。ねえ、乾杯しない？聞き上手な見知らぬお客さん。この、手の届かない夢の前祝いってことで。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。一体どうして？どうして彼女はここから離れようとしないの？こんなさびれてボロボロのバーなのに。全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから。彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなった。何もかも策略と陰謀のせい。分かったかも。彼女はここを離れたくないんじゃなくて、ただあの卑怯者たちに会いたくないのね。私なら彼女のために道を用意してあげられる。彼女の力になってあげられる。帰ったら夢の主に手紙を書いて、アイリス家の罪を告発するわ。そうすればシボーンもきっと私に感謝するわよね。あなたと話してたらなんだか落ち着かなくなってきた。いろんな思いが混ざり合って、すっきりしたような、泣きたいような。もしかしたらどこかで考え直すべきなのかもしれないわね。私にとってシボーンが何を意味するのかを。これは飲み物だよ。彼女に渡しておいて。私はもう行くわ。それじゃあね。アミーチは帰ったの？はあ、これが彼女のためでもあるんだよね。
宴の夢は魅力的だけど、夢は夢であって現実じゃない。彼女の飲み物は私のおごりだから、そのお金はあんたたちが取っておいて。準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃うずうずしてると思うから。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。へえ、早いじゃないか。どれどれ、面白いものを持ってきたな。さあ選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？ふん、ピノコ二重を探してもこれより甘ったるい飲み物は見つからないだろうな。だが今の夢追い人はこれが好きらしい。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？美しい未来。この味は久しぶりだな。ずっと忘れられないことがある。ミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時、奥室の風の中にこの味が包まれていたんだ。あの時間は魂を揺さぶるようでありえないくらい美しかった。ミハイル、これでいいな。次は飾りを選んでくれ。どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。同心円、お前が初心を忘れないように願おう。よし、完成だ。このエルドラドでお前に敬意を示そう、夢追い人。金色の美しい夢に乾杯。やるじゃない、ギャラガー。腕はなまってないみたいだね。ふん、お前ら満足してもらえたか？この味、スラーダよりずっと複雑だね。豊かな味わいで何重にも広がっていく、まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら？残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味、それ以上のものはない。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ、事件について話そう。もちろんそのミハイルに関する話もついでにな。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。
俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無教と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでもなく悩ましい知らせがな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。え、それってつまり。いや、それはありえない。問題は彼女が死んだことじゃなく、そもそも現れたことがないようになってるってことだ。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて？それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。町には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。ふん、一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。そうか、なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、全ての無教の異変の発端だからだ。まだわからないか？俺が言いたいのは、ミハエル、ファミリーの裏切り者、彼こそが有名な時計屋なんだ。ほら、クラークフィルムランド、ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。
計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した奥室を回収していた。そして長期的に高濃度の奥室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。彼こそがブラザーハヌだ。無教の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば、クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちはドリームタウンの中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れたことはないぞ。いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか。見晴らしが良くてちょうど彼の姿も見える。クロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。彼はブラザーハヌの仲間で、ドリームタウンの初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない？それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔霊人、薬剤前衛、ハヌノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り戦乱を平定した。当然その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると時計屋は何百年も生きてるってこと？わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。保安官さんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア、アステナの未来は依然として危ういものだった。だが歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。
しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな。一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、ウォーク家はそんな俺たちに不義を働いたんだ。ミハイルは年を取ってたからもう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちはファミリーから離れ自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は他にいたにもかかわらずな。奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して恥ずかしめていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、夢の地が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。まるで負け犬みたいにな。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょ？どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。残念ながらこれだけの年月が経っても俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころかそいつが果たして人間なのか、それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。これでわかったか？なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に包まれた先、俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下す奴は5万といるが、対等に接してくれる人はどんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれた例だと思ってくれればいい。うん、スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと、数琥珀期前に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。ギャラガーってやっぱりいろんな経験をした人だったんだね。ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言っていた。そしてその人物はオーク家の中に潜んでいる可能性が高いわ。それもこれまでに集めた情報と辻褄が合うわね。ホタルはその遺産のために今回の惨劇に巻き込まれた。これで確信が持てたわ。
アベンチュリンさんが黄泉を犯人扱いしたのはそもそも何の根拠もないことだったのね。あんた本当にクロックボーイが好きなんだね。あれはただのアニメキャラで本人じゃないのに。そういえばあんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になるわね。残念ながらあれ以来彼には会えてないけど、今回の調査でこれまでに立てた推測を検証できたわ。でももっとよく考える必要がありそう。ベルトにメッセージを送って向こうの状況を聞いてみましょう。仲間が心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。まずは話を聞ける人を見つけよう。